流通センター駅は、東京都大田区平和島6丁目にある、東京モノレール羽田空港線の駅である。駅番号は、MO04。平和島の中核、東京流通センターの資金に位置する。区間快速が停車する。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札口付近に売店と、トイレがある。また、早朝深夜は、駅員無配置となる。 2006年8月から2007年2月にかけて、バリアフリー対応として、大池競場場前よりに、ホームとコンコースを連絡するエレベーターが設置された。長時間帯と平日の夕方に当駅始発の浜松町業が設定されている。これは一つ先の昭和島駅隣接の車両基地にある、出入り湖線の分岐位置が、同駅ホームの北側にあることによる。 2020年度の1日平均乗降人員は12,342人である。通勤客の乗降も去ることながら週末のイベント開催日の一般乗降客も多い。ラッシュ時は当駅と天王洲アイル駅でかなりの乗客が下車する。2004年には臨海斎場が開業し最寄り駅となった。各年度の1日平均乗車人員は下表の通り。 東京流通センター駅名の通り、周辺はトラックターミナルや倉庫などが多数立地する。また、大田市場や日本貨物鉄道の東京貨物ターミナル駅にも近い、流通センター前停留所。ありがとうございます。